ヨブ記第21章。そこでヨブは答えて言った。あなた方はとくと私の言葉を聞き、これをもってあなた方の慰めとするがよい。まず私を許して語らせなさい。私が語った後、あざけるのもよかろう。私のつぶやきは人に対してであろうか。私はどうして苛立たないでいられようか。あなた方は私を見て驚き、手を口に当てるがよい。私はこれを思うと恐ろしくなって、体がしきりに震え、わななく。何故悪しき人が生きながらえ、亡霊に達し、かつ力強くなるのか。その子らは彼らの前に固く立ち、その子孫もその目の前に固く立つ。その家は安らかで恐れがなく、神の杖は彼らの上に臨むことがない。その雄牛は種を与えて誤ることなく、その雌牛は子を産んで損なうことがない。彼らはその小さい者どもを群れのように連れ出し、その子らは舞い踊る。彼らは手鼓と琴に合わせて歌い、笛の音によって楽しみ、その日を幸いに過ごし、安らかに黄泉に下る。彼らは神に言う、我々を離れよ。我々はあなたの道を知ることを好まない。全能者は何者なので、我々はこれに仕えねばならないのか。我々はこれに祈っても何の益があるか。見よ、彼らの繁栄は彼らの手にあるではないか。悪人の計りごとは私の遠く及ぶところでない。悪人の灯火の消されること幾度あるか。その災いの彼らの上に臨むこと、神がその怒りをもって苦しみを与えられること幾度あるか。彼らが風の前の藁のようになること、嵐に吹きさられるもみ殻のようになること幾度あるか。あなたは言う、神は彼らの罪を積み蓄えてその子らに報いられるのだと。どうかそれを彼ら自身に報いて、彼らにその罪を知らせられるように。すなわち彼ら自身の目にその綻びを見させ、全能者の怒りを彼らに飲ませられるように。その月の数の尽きる時、彼らはその後の家に何の関わるところがあろうか。神は天にある者たちをさえ裁かれるのに、誰が神に知識を教えることができようか。ある者は繁栄を極め、全く安らかにかつ穏やかに死に、その体には脂肪が満ち、その骨の髄は潤っている。ある者は心を苦しめて死に、何の幸いをも味わうことがない。彼らは等しく塵に伏し、無事に覆われる。見よ、私はあなた方の思いを知り、私を害しようとする企みを知る。あなた方は言う、王侯の家はどこにあるか、悪人の住む天幕はどこにあるかと。あなた方は道行く人々に問わなかったか。彼らの証言を受け入れないのか。すなわち災いの日に悪人は免れ、激しい怒りの日に彼は救い出される。誰が彼に向かってその道を告げ知らせる者があるか。誰が彼のしたことを彼に報いる者があるか。彼は書かれて墓に置き、束の上で見張りされ、谷の土くれも彼には快く、すべての木はその後に従う。彼の前に行った者も数えきれない。それであなた方はどうして虚しいことを思って私を慰めようとするのか。あなた方の答えは偽り以外の何者でもない。